川さん、どうですか最近の日本は。いや、このオリンピックの前にしても7月にあってね、こんなことになってると、また去年の今頃というか、オリンピック1年延期すればなんとかなると思ってた、あの楽観論、あるいは去年のうちにやってしまっておけばよかったっていう気持ちと、本当になんかこれだったらそうだよ ね、あんまり去年と状況変わらないんで。ただね、あの今オリンピック、あの反対論があるし、いろんな考え方があるの分かりますけれども、諸外国が、要するにオリンピックで活躍するであろう国々の、感染者やね、重症者のとは桁違いであるということは、これはまあ、科学的な事実ですからね、それは一応否定のできないしようもないことだと思って言っています。それと、まあ、茂木先生がよくおっしゃる、その感染者の数だけでそのコロナを見ることの、まあ、危うさというか、じゃあ、みんながロックダウンに法律的な根拠もないまま家から出るな、あらゆる経済活動を止めろということにしますかということと、それとメディアがあえて言わないその他の感染症、例えばインフルエンザになどによる死者数の激減とかですね、そういうコロナ その裏腹にあるものをあまりにも言わなさすぎて、コロナを抑えきれてない、けしからん、オリンピックとんでもないっていうことばっかり言ってる人たちは、僕はやはり少し残念な気がしますよ ね。ただ僕ちょっと経済はかなり持たなくなってきてますよね。本当飲食店とか、かなりきつい。だから飲食店をね、その何時までで閉めるとか、酒を出さないとかね、禁止法じゃあるまいし、もうほら、我々はいくら学ばないと言っても、大声で飛沫を飛ばしてやるとまずいっていうようなことは分かっててるわけじゃないですか、ね、それが飲食店に全て幸せが行ったり、酒出すなっていうような短絡になったり、8時に帰ろとかね、そんなことしか言えない専門家って いらんよって、そんなこと分かってるよって言いたいですよ。もう専門家のモデルからかなり予測外れちゃうんですよね。 そしてこれはだから、それこそみんな言ってたじゃないですか、コロナがゼロになるわけじゃないと、どんなになっても、だからもうすでにもう共存というか、不本意ながらウィズコロナの時代になっているので、それにワクチンが接種が進んでですよ、で治療薬が加わっていって、コロナがいずれは、まあ、ありふれたといったら語弊がありますけれども、普通の、ウイルス性の病気になっていくというのをそもそも目指してたわけじゃないですか、その流れは変わらないじゃないですか。最近なんか論調としてね、英語圏でロングコロナみたいなとか、これ今年収まるとかそういうこと問題じゃないんじゃないかっていう話になってきてて、どうしたいと思います、これ。いや、だからもうこういうふうに波がいくつか来て、で日本の場合はその中でもオリンピックやって、特に若い人にですね、自分の子供の頃にオリンピックがあってコロナで大変だったけどという古き、いわゆるチェリッシュメモリーがね、残るのは僕は悪いことではないと思います。これいつまでも経済を止めとくわけにいかないですもんね、おそらくこれほらワクチン打ってもなんか変異株が出てきてかかっちゃう人もいるし、そう簡単にすっきり収束してくんないですよね、これね。なんか日本ってオリンピックで反対論者の方ね、オリンピック中止したらコロナが収まるみたいな、まあ、全然収まらないですよね、全然関係ないですよね、関係ないと思いますよ。これどうですか、地方経済は。いや、オリンピックやってほしいです、地方としては。どうせテレビで見てるんだから、どうせそこに行くわけじゃないんだし、見たいです。やっぱり疲弊してますかね。もちろんですよ。それとね、皆さんね、コロナ対策って税金ですから、ワクチンただだけど打たないとかね、それではコロナワクチン打つのにどれだけのお金がかかってるのかと、あるいはその休業補償にどれだけのお金がかかって、国や地方の財政が傷んでるかっていうことは、ちょっと考えて、ちょっとっていうか、大いに考えてもらわなきゃいけなくて、それを支えるのは経済ですから。金かかってるんだって、だからもう他で稼がなきゃいけないんだって。三浦瑠麗さんはなんか積極財政出動これ以上はちょっと無理だみたいな論点を出して、朝まで生でテレビで
ちょっと戦えたんですけど。いやだって常識的に考えればそうでしょう。しかしあのもうあのそれこそ今度は政権が持たなくなりますよね、うん、あの財政出動しないなんて言おうものなら、うん、だからもう ここはもうオリンピックとその財政出動はある意味その気を一にしたものというか表裏一体をなすものなので、うん、仕方がないと思います。財政の既存 あの痛みはですね、うん、ただいつまでももちろん出せないのは誰でも分かるってことです。インバウンドの需要が一気に消えちゃったわけじゃないですか、うん、これだけでもかなり痛いですよね。いやだってあのみんなそれを当てにしてあのお店を改装したりあるいはホテルを作ったり、さまざまな手当てをしてきたわけですが、それが突然なくなるというそのあの経済 その原則ではありえない、もう想定してはいけないことが起きてしまったわけですから、うん、もうこれはもう誰のせいでもないし、もうみんなでこう痛み分けするしかないけれども、でもインバウンドのありがたさっていうのがもうはっきりと証明されたわけですから、ね、外国人が来たら嫌だとかね、あの外国人のため その最低限のサービスもしないような人やあの体制、それ受け入れ側っていうのは問題なんだっていうのがあの認識されたと思いますよ。うん、これあのほら去年大学に入った人なんて ほぼ1年半リモートなわけでしょ。だからこれ、ね、あの東大の入学式もこの前あったわけですからね。この世代はどういう、まあ、さっきもね少しでもちょっとオリンピックの記憶でも持ってほしいっていう。いいこと何にもないじゃないですか、うん、オリンピックやめて、うんうん、ただただリモートでした、家から出ませんでした、コロナに怯えて暮らしました、その年取りました、会社もあの日本社会もおかしくなりました、じゃんじゃんみたいな、うん、そんな僕はだからリスクに向き合ってあの前向きに生きる人生を選択します。僕は、うん、オリンピックもやってほしいし、それであのコロナにかかるのがある程度収まら、一時的に、まあ、あの感染者が増えてもそれは仕方がないと思います。一方であの鴨頭さんって知ってますか？頭ツルツルの。わかりません。今日あの山手線乗ってたらその YouTuber の人なんですけど、うん、なんと全車両鴨頭さんが宣伝してたんですよ、自分の YouTube チャンネルとかの。うーん、すごくないですかそれ山手線一両貸し切ってなんかそういう新しい経済も出てきてる、うん、なんか変な時代ですね。これ歴史家としてはどういうふうに見ますか今の状況。あのこういうふうにみんながねコロナを恐れるに あまりあらゆる理性的な判断を、あるいはそのリスクをあのいつも申し上げますけど優先順位をねランク付けすることを忘れて頭真っ白になってしまった人がたくさんいましたねっていう時代になっていくと思います。そしてそういう人たちから見ればもげさんや僕みたいなのはもうあの許しがたいあの暴論を吐いてるわけですよ今。あのスペイン風邪の時とか第一次世界大戦中だったじゃないですか、うん、あの時ってどうだったんですかね。だからほぼ3年続いたわけですよね、うん、でそのスペイン風邪といい、あのいや人間ってその疫病にさらされてない時期の方がむ、うん、あの少ないのであって、うんうんうん、そのヨーロッパに行ったらペスト記念塔っていうのはどんな年にも必ずあって、うんうん、ペストもひどかったもんな。それがあのしかもあの複数あるわけですよね、うんうんうん、複数回にあたってあるわけですよね。で日本だってあの開国した日本の開国によってあのコレラが、うん、あの幕末から明治初期にかけてしょっちゅう流行を繰り返して、それが上位、要するに汚らわしい外国人という意識の醸成に預かったわけですよね、うんうん、そういうだからもうパンデミックっていうのがもうなんだっけ、我々がたまたま生きてる間にこんなに身近に、世界的規模で起こるということを初めて経験したので、うん、我々も含めて戸惑ってるし、うん、正解はないのでその中で自分 のできることでその落とし前をつけていってるに過ぎないんじゃないですか、うん、でもあれですよね、こういう時にいろんな行動を取る人がいた方がもちろんです。取材全体としてはね、うん、健全なことだと思う。生き延びる可能性が高いですよね、はい、みんな同じ行動すると。そうです、だから徹底してこう、ね、外部との接触を絶ってね、うん、もうひたすらそのコロナを恐れていくのも一つの生き方でしょうし、経済を回さなきゃいけないと、あるいは人間は文化やスポーツの喜びを、うん、味わわないでは
生命維持活動に支障をきたすと思ってるような、うん、僕のような人間はそこに関わっていくし、いってあとはどうなるか、うん、でもなんかちょっと分断ができました ね、 そうですね、今回のことで社会の中に、うん、あの僕の友達もかなり反対派なんで、長尾さんの周りにはいないですか、反対派は。あ、それはいくらもいますよ。そもそもあの地方からあの東京に出張してきてること自体が悪ですから。あ、怒られてるの。怒られてるから、あの歓迎すされるざること、ね、東京にいますいや、しょうがないですよね。しょうがないですよ。でも不要不急って言葉についてはどう思うんですか。ちなみに誰がそれなのを決めるんだっていうことですよねね、不要不急っていう概念が、うん、政治家の活動の方がよっぽど不要不急じゃないですか。ただね、あの、多くの無駄があるということが分かりましたよね、今回。その、あの不要不急とは何かということをみんなが考えるようになって、それを言うのはですね、僕はやっぱり行政機構の巨大さと、頭がいいと自分たちで思ってる人たちが集まってる割に、しかもお金使い放題じゃないですか、自分たちが稼いだわけでもないのに、それでこのぐらいのパフォーマンスしか上げられないのかなっていうのは、あの官僚機構、あるいはその、あの公務員の組織というのが自己目的化してるんだなっていうのは思いますね。今回はですか、パンデミックの歴史的な教訓ってのはひょっとしてあれですかね、統治機構の見直しっていうこと。もちろんそうです。そしてあの日本の、あのお役人の組織っていうのは図体がでかすぎるということ、そしてもう縦割りの弊害だの何だのって言ってますけど、とにかくあの組織が大きすぎて、自分たちが 何のためにこの仕事をしているのかっていうことをきちんと説明できないような仕事が多すぎるじゃないですか、これは国からあの県や市や町村もみんなそうですよ、だから本当にね、なんで小さな政府を目指していかないのか。あれは人口が減ってるならば、人口が減ってるならば人口減少率以上に公務員減るべきだと思いません？全然変わらないじゃないですか。そして最後に言っておきたいのは、今回のその、あのコロナで懐が傷んでないのは公務員ですよ。給料減ってないもんね。減ってないわけです。だ相対的には給料上がってますよね。そうだから、あの恵まれてるということになるわけです、まあ、いろいろな反論はあるでしょうけど、やっぱりですね、もう結局経済というのは、自分の金を出すのか自腹が痛むのか痛まないのかがによって立場が全然違うということです、絶対安全圏にいる人たちが綺麗事言ったって、あのそれこそ民間や、まあ、普通の生活をしている人たちにはあの届かないと思いますよ。だから例えばオリンピックで儲けることが悪いっていう風潮がおかしいってことですか。あの儲けるって何ですか、よく分かんないですね。あの なんでそれがいけないことなのかそもそも理解できないんで、そのズルをしてあのアコギな、あのことをやってるならば別ですよ、みんなが喜んであのお金を払って、チケットを買い、グッズを買い、その放映権に対してあの広告協賛をして、みんなが、あの無料であのテレビを見られるならば、みんなそういうのってよく言うウィンウィンってやつなんじゃないんですか。あれ中野さんとこのサガテレビも、これオリンピックやったら少しは利益出るんですか。いや、あのテレビや新聞っていうのは、あのもうあくまで視聴者読者サービスです、ローカルの場合は。それでどうこうということはありません。ただ視聴率が上がればでもあれでしょ、広告収入入る、だね、あの、それによって、ローカルの局が潤うということではないです。潤わないんですか。さほど関係ないです。あんまり関係ないな、はい、視聴率が上がったところ ですね。視聴率上がっても関係ないんですか、サガテレビとしては。まあ、富士系列ですけれども、じゃ富士がどれだけあのオリンピック特番で視聴率が稼げるかということはまた別問題です。富士が稼いだの一部ってのは来ないんですか。まあ、一部は来るでしょう、はい、直接的な連動ではないと思います。新聞はですね、あくまでこういう時にじっくりね、記録性とか、それこそ茂木さんもコラム書いていただくと思うんですけども、ただその試合の結果だけで一喜一憂するのではなくて、多くのドラマがあったり、それぞれの国の事情があってね、内戦やあの内乱や、あるいは貧困の中で苦しんでいる国でも、あのスポーツの力がその国民にね、大きな喜びと勇気を与えていることを知ることが、僕はやっぱりオリンピックの意義だと思いますね。あれをなんかでもほら佐賀の
選手とかいるでしょ、あの共産のなんか広告とか載せないんですか。いやそれはあの結果次第でしょうね。メダルが取れた時のお祝いとかね。あ、お祝いの。ああいうのは営業かけてる。それはあると思います。大した特殊じゃないっていう。特殊じゃないですね。それよりもページ数を増やしたり、うん、記者を派遣したりするコストの方がよっぽど大きいです。あ、特報ってことですね、はいはい、それはあのお金かかります、オリンピック取材っていうのは。でもそれはもう報道の使命ですから。じゃあオリンピック特需があるわけではないと。はい、とあのオリンピックによってコストと仕事は増えます。でもそれは、メディアとして望むところです。ああ、そうだな。でもなんかあれですよね、あのもうちょっと商売とか経済っていう感覚持った人が増えてほしいですね。だからほら、あの金儲けが悪、うん、経済はじゃあどうなのっていう、うん、それもまた悪いけど、自分でお金を稼いだことがない人の言うことじゃないかなと思う時ありますよね。じゃあ今ふと思ったんですけど、そうか、野党の皆さんがあんまりそういう感覚ないのって、だってさ、野党の政治家って、うん、あの与党の政治家よりももっと常世離れした人たちが、うん、あの議員になってるわけじゃないですか、うん、でそれってほら、あの自民党なら自民党の世襲議員がいるじゃないですか、うんうん、でこの人たちもある意味こう世界世の中から隔絶した人たちですよね、うんうん、でも野党も野党で、例えばもう大学生の時からもうあの政治家を志して何とか政経塾だの何度のっていうのに早くから身を投じて、うん、あるいはその市民運動をやっていてっていうような、うんうん、どちらかというとほら友達になりたくないようなことをやってきた人たちじゃないですか、うん、それはどっちもおかしいですよ。ちなみにあのほら中国共産党が100年迎えてましたけど、うん、共産党っていうのは経営感覚あるんですかね、ある種の。あの日本の共産党っていうのは、うん、その独自の発展を遂げているので、うん、文字通りあの日本の共産党なんですよね、うんうんうん、でも今や共産党の言ってることっていうのはあの筋は通ってますよね、うん、で僕は共産党というあのものの考え方をする人たちやあのそういう人のを支持する人たちがあの一定数いるのはそれは構わないと思います、うん、ただその共産党の党勢の中に、うん、あの革命志向があるということは念のために申し上げておくことですね。天皇制はあの廃止すべきですしとおっしゃいますから、おっしゃいますから、はい、僕はそれはあの賛同できません。中さん、あのじゃあ最後に、一言、これからの日本について僕はあのいろんなご意見があると思いますけれども、オリンピックはやった方がいいと思います。なるほど、はい、それは結論ですね。中尾選手さんでした。ありがとうございました。